あなたに選択のチャンスをあげるわ。さあ、お選びなさい。クロスロードミラージュ。ここは亜空間、あらゆる分岐点の外側の世界。分岐点の外側。そう、無数に枝分かれした運命の分岐点。人は知らない間にこの分岐点で無限の選択肢を選んでいるのよ。例えばここはその一つ。これは分岐後の未来の一つ。あなたたちが負けた後の地球、戦い続けてマルス様の邪魔をしてついには力尽きる極めて高い可能性の未来。リエファ、リエファ母さん。お気の毒に、あなたは戦いで五感を失ってしまったの。夫だけでなく子供まで同じ目に。一命は取り留めたけど、それも時間の問題。コスモを全て失った地球に残された者たちはみんな死ぬ。そんな。でもそれは一つの選択肢、別の世界もあり得るわ。今度はあなたが降伏した後の新しい地球。そんなバカな。早く戦いが終わったから予定より多くの人たちが火星にできた新世界に移住できたわ。マルス様の支配する世界、それは争いも苦しみもない世界。ご覧なさい、あなたもいる。父さん。私がマルス様に頼んだの。私の手柄に免じてシリュウ様を直してほしいと。そのために私はゴールドセイントになったのですもの。嘘だ、幻覚だ。こんな未来あるはずがない。いいえ、あるわ。無限の分岐と無限の運命、それを覗き見るのが私の力。双子座ジェミニのゴールドセイントの力。この二つのどちらかを選ぶ。そうよ。そんな、どちらも選べない。抵抗はおよしなさい。運命の分岐に逆らえば精神と肉体を真っ二つに引き裂かれるよ。うわあ！そんな、僕らが戦わない方がみんなが幸せになれるだなんて。そう、矛盾、逆説、相入れない二つの真実、それを指す言葉がパラドックス。つまりはこの私の名前。そうよ、リュウホウ。今あなたはパラドクスの中にいる。分岐点を受け入れなさい。あなたは運命を選ぶことができる。楽園か破滅か、あるいはこの場で引き裂かれて死ぬか。うわあ！でもこの選択肢の答えは一つね。お父様のためにセイントになったのでしょう。リュウホウ、マルス様に降伏なさい。あなたに運命を選ぶ最後のチャンスを与えてあげるわ。なぜなら私はあなたを。愛しているから。クロスロードミラージュを力ずくで破れたなんて。あなたのその感情は愛なんかじゃない。そんな自分勝手な愛なんて。まあ、だから僕はあなたと戦う。でももうあなたにはまともに攻撃する力など残っていないでしょうに。無駄よ、おやめなさい。ロザン昇竜派。これが私の愛の力。私の愛に飲み込まれるがいいわ。あなたは愛の名のもとに他人の運命を支配しようとしている。でも僕はあなたが見せた未来ではなく別の未来を切り開く。仲間たちと